僕のように親切な人間に出会えてあなたはラッキーだ。学園生活もモストロラウンジの経営もどちらも楽しませてもらっています。オクタビネルへようこそ。あなたのような方はいつでも大歓迎だ。ご指名とあらばいつでも相談相手になりますよ。寮服を着るとやけに寮生たちの聞き分けが良くなるんですよね。勝負の日には右足から靴を履くと決めています。験担ぎといえばそうですね。モストロラウンジの重機は僕が選びました。なかなかいい雰囲気でしょ。僕は人の役に立つことが生きがいなんです。寮長として精一杯皆さんをバックアップします。お望みとあらばいつでもモストロラウンジのVIPルームにご招待しますよ。これからどうですか。ジェイドは有能な補佐役です。でなければ僕が副寮長に指名するはずがないでしょう。海の魔女は自身の魔力を巻貝に込めて利用していたそうです。僕もハットのバッジを改良しようかな。フロイドの村っ気には手を焼きますが、いざという時の勝負強さには信頼を置いています。いい匂い。ああコロンじゃないですか。陸で過ごす際の楽しみとして少々こだわりがあるんです。あ、今話しかけないでください。今日の売り上げを集計しているところなので、今度モストロラウンジでバイトをしませんか。ジェイドとフロイドの作るまかないは絶品ですよ。